鍛錬に行くぞ、マタイ。強大な敵に打ち勝つため、己を磨くのだ。まあまあ、落ち着いてよ、若。頑張りすぎは良くないよ。ほら、今日のところは酒でも飲もう。肩の力を抜いて、パーッとやろうよ。義に厚い将として名高い関羽が、策謀で世を乱す奪気を伴い、傭兵館に現れた。その信じがたい光景に、張飛は兄への信頼と警護は、激しい怒りへと転化され、張飛は、猛然と関羽の前に立ちはだかった。張雲と本田忠勝も、真意を問うのに言葉はいらない。武人はただ、刃で語るのみ。傭兵館に、畜生、頭に来るぜ。まさか、妖魔側に疲れるとは。関羽殿は、関羽殿らの軍勢はすでに先端を開き、間近まで迫っている様子。この上は言葉は無用。ただ武を持って語るべき。おう、忠勝、よく言った。兄者、いや、関羽を叩きのめしてやるぜ。魔毛騎の戦、見るがいい。残るはここ傭兵館のみ。六徳、おとなしく降参せよ。さすがだな、兄者。いや、サウ、勝負はこれからだ。行くぜ。いざ参らん。天気と長期に挑ませてもらうぜ。俺とやり合うには10年早いんだよ。我らが抱きと共にあるのはゆえあってのこと。戦わねばなりませんか。雪村殿の言葉に偽りはないでしょう。ですが、抱きを信じることはできません。なら、これ以上の問答はやめましょう。趙雲殿、参ります。相手はあの張飛だ。急ぎ関羽殿の援護に向かわなければ。お見事、素が及ぶ相手ではなかった。味方を援護します。トラ戦車を発進させよう。相手に不足なし。いざ前へ。おっとけ、ここを収め。拙者の話を聞く気はないか。間違いしたきゃ俺を倒してみろって。やはりそう答える。ならば我ら兄弟、まずは刃にて語ろうぞ。拙者を任す。さすがはよっとけ。されど敵は我にあり、再度まみえん。待て、カム。逃げられたか。
向かうぞ。ここまでか。せい、仕方ない。撤退だ。必殺無影螺旋脚だ。お見事な戦ぶり。見事なるご活躍。せい、無影螺旋脚影に助けはいる。私の知略に勝てんと思いか。
援は無理ですね。仕方ありません。ここは引きましょう。やっつい。戻るは孫権だけか。ま、それが本気を出せばこんなもんよ。あの劣勢を跳ね返した。彼らに降伏勧告など、私が甘かったようだ。孫権様、我らに援軍が到着しました。ならば二手に分かれて攻めよう。西の援軍は迂回、東の援軍は正面より進め。これは敵の増援。急いで傭兵からの守備を固めなくては。さすがに必殺武衛羅旋客。ここに朽ちるまで戦う所存。よし、間に合ったぞ。これ、傭兵艦を死守するのだ。武衛羅旋客。おお、味方の援軍か。我こそは馬毛騎、真の三国武装よ。終着至極に存ずる。敵将、馬毛騎が討ち取った。
大したもんだぜ。見事なるご活躍。手となろう。私は引くわけにはいかぬのか。お前たちが相手でもな。カントのことを思い出すな。あの時、俺は本気で切るつもりだった。今はどうだ、ドクトク。君主が本気なら、この程度ではあるまい。今度は先ほどのようにはいかんぞ。殺してくるがよい。言われなくてもそのつもりよ。行くぜカム。さすがに実力よ。熱き闘志、何者にも止められん。は？兄者たちは未来から来ただと？あまりに信じがたきお言葉ですが。関羽殿の武に一片の曇りなし。拙者は忠勝殿。かたじけない。これが兄者の言葉じゃなけりゃ突っ跳ねてやるところだが、ま、ここは兄者を信じてやら。裏切られたわけじゃなくてよかったぜ。おう、おみ、うん、人。一度は道をたがえた宝徳殿と、またこうして同じ道。馬長殿、義に下ったそれがしを。攻めるものか。再び同志になれたのだ。勢力。うひゃー、馬長の鎧は見事じゃ。金馬長とはよく。かくいう秀吉殿の兜も目を引くな。わしゃ派手で景気えもんが好きなんさ。馬長とは趣味が合いそうじゃ。
幼者出現を阻止するため、ダッキと手を結んだ討伐軍。しかしそれは、事情を知らない英雄たちから敵意を向けられかねない危険な選択だった。かくして討伐軍は長藩に集結した織田軍に行く手を阻まれる。そこには明智光秀、濃姫といった織田の英雄たちのほか、このままでは無用の争いで人間の希望がついえてしまう。討伐軍の竹中半兵衛は織田軍に勝利して味方に引き入れるべく、孫策、周瑜、北条氏康に助勢を求めた。孫策たちは半兵衛の求めに応じ、長藩に急行した。討伐軍にいる仲間のため、そして人間の希望のため、小覇王たちの闘志が今長藩に旋風を巻き起こす。おお、派手にやってるじゃねえか。未来から来たという半兵衛殿の言葉通り、戦いは避けられなかったか。長え行軍の後だ。兵を休ませてえが、こりゃすぐに出るしかなさそうだな。俺らみんな死んじまう未来があるってんなら、死ぬもの言ってられねえが、行くぜ。大きな戦、見るがいい。おう、待たせたな。こっからは俺たちに任せとけよ。半兵衛の仕業か。ダッキをかばえば、いろんな国が敵になる。それは分かってたけど、だから味方を増やしておこうと思って、話が通じそうな人に援護を頼んだ。だからここまで味方がやられちゃうとはね。正直ちょっと想定外だったかな。元北条から援軍を呼んでいた。さすがは竹中半兵衛で、ですが俺も不安な町です。敵は北から流れ入るよ。岩を落とせ。敵の進軍を食い止めよ。お、なんか始めたみてえだな。よし、あいつらの策に手を貸そうぜ。よくやったが、まだまだ小さい。
後手を煩わせてしまいましたな。我が魂、今こそ披露せん。押されていますね。挽回できるでしょうか。そう、あなたたちがダッキに協力しているのは何を考えているのかじっくり聞き出してみる。助けてくださってありがとうございます。お見事な戦ぶりです。この試合は望めそうもない。ならば多少の荒事も致し方あるまい。そういうことだ。ここに散るまで戦う所存。小さい。兵部隊、出なさい。続けて鉄砲隊、出なさい。さすが光秀殿、陣立てと傭兵が音力のごとき美しさだ。今が好機ですね。撃って出ます。想定の範囲内で。
厳しい状況だ。ラッキーに協力するだもん。あなたたちは何を考えているのです。世を騒がそうというなら切ります。 ただ楽器に協力しているとも思えません。味方はここぞ。お手を煩わせました。まだ引けません。あなたたちの真意を見極めねば。厳しい動きですね。蝶の舞うごとくです。 危ないところでした。援軍感謝いたします。やるじゃねえか。光秀殿を退けましたか。 では私がお相手しましょう。何故ダッキに組みするのか、その真意を確認しよう。伏兵部隊、今です。少々自殺のみでやります。 やはり奴は恐ろしい男だ。恐ろしいっていうより嫌味な野郎だな。どうにか鼻を明かしてやりてえもんだ。よくやったが、まだまだ小さい。首もらった。 なるほど。劉備殿と家康殿に報告する必要がありますね。さあ、俺たちの勝ちだぜ。うん、無事敵を退けられたようだな。熱き闘志、 何者にも止められん。 親方様、本当に生きてる。
か小僧。かし嫌な話だ。未来じゃ俺らは信じ、そんな事態に陥るわけにはいかない。私たちは半兵衛殿に協力するとしよう。もう少し周りの状況が落ち着いたら親父も合流するはずだ。それまで踏ん張ろうぜ。やる？いや。やる？嘘。おお。な。へ。す。おお。やっぱ。よう、今日はどうするんだ？また来てくれよ。先の戦では。傭兵間での勝利により討伐軍は張飛、本多忠勝ら諸徳川の将の協力を得る。
これにより生徒への道が開けた。だがそこに急報がもたらされる。奪旗を打つため静ヶ岳に武田上杉の連合軍が集結、さらに義軍までもが。これを放置しては古市城へ向かう奪旗の背を突かれてしまう。馬将らは静ヶ岳へと急ぎ軍を返した。はあ、こりゃ参った。武田と上杉に加えて義軍まで揃っとる。よっぽど奪旗は嫌われとるんじゃな。しかしこのことが証明しておりましょう。共通の敵を前にすれば人は力を一つにできると。ですが敵は我らでないことを知らせねば。親方様と謙信公相手にどこまでできるか。ですが全力で挑みます。騎竜、いざ参る。北の砦が手薄らんが逆に怪しいような。東の方から攻めるかの。敵は信玄公に強信公火の国勢までおる。用心してたいことしたことはないじゃろう。ほう、雪村が来るかね。これは楽しみじゃの。金継ぎが来るぞ。楽しみ。散るまで戦う所存。神のごとき軍略を持つお二人が相手。我らの力どこまで通用するものか。胸を借りるつもりで挑むのだ。全力で当たれば活路が開けるはず。見事な槍さばきです。義の軍勢が集まっているようだが。そうそう、不在か。眉間にシワが寄っとるぞ。ダチョ、一族の敵っちゅう曹操との異名は知っとる。だから笑えと。ただ肩の力は抜ける。肩肘張って生きるのも疲れるじゃろ。引っかかってくれちゃったね。天の伏兵、人を手薄にしたのはむしろこのためか。裏の裏を書かれたな。だがまだ巻き返せる。一気に突破するぞ雪村。下だ。東も罠じゃったか。囲まれてはまずい。なんとか突破してくれんか。振り抜けてみせよ。我ら竜となり王位を突破するぞ。我が軍略を見る。ここで北の伏兵を出すか。鮮やかな戦運びじゃろう。感心しとる場合じゃねえ。誰か救援をくれんか。いい戦ぶりだ。騎竜、参る。
一気に危なかされたわけだ。一段のお宅には報告するか。危ないところだったな。報告します。敵の増援が接近中とのこと。休みで畳みかけてくれ。これはおそらく武田の騎馬隊ならば食い止める方法はある。目の覚める戦ぶり、お見事。敵本陣を目指せばよいのですか。武田騎馬隊の力存分に引き出してやろう。私の知略に勝てんとお思いか。何？あなたと。よし、小穴はくじけた。今こそ反撃に移る。我が魂、今こそ披露せん。ことがそのまま負けではない。敵将打ち取ったり。やりさばきです。さて、そろそろ雪村の顔を見に行こうかね。義は熟成。もう、持ちません。ワイル。真の三国無双なり。雪村、まっすぐな目をしておる。今の道が正しいと信じてるのかね。はい、何一つ恥じることはありません。
剣山。 勝利だ。 他の君主の動きが読めぬ以上、謙信と信玄が協力することはできません。上杉、武田まで奪起についたと思われれば無用な戦乱を生みますから、代わりに私が同行し、これが上杉と武田の本心、そう思っていただければ。おほー、さすが、おお、本能寺に織田軍が集ってるらしいね。本当ならすぐに職に行きたいんだけど。織田に背を見せることになるか。信長様なら間違いなくついてくんな。ま、ここは半兵衛たちに任せようぜ。本能寺の軍勢が片付けば道が開けんだろう。よう、今日はどうするんだ。
くよ。ああ、ギグ。あらあら、わかりました。